上手、よいしょ、よいしょ、かなり上手。もうみんなお腹になってるね。いいね。今回の番長チャンネルは5月に番長の森で行われた縄跳びイベントの様子をお伝えします。楽しかった。ああ、やりやすかったかも。面白かった。子供たちは縄跳びに大はしゃぎ、そしてとっても真剣。みんな上手になったかな。5月15日に番町の森で縄跳び教室が開催されました。縄跳びが上手になりたいとたくさんの子どもたちが集まりました。では先生に何を教えてもらいたい？縄跳び。縄跳びだけ？交差跳びも。交差跳びも。中にはあや跳びと交差跳びができるようになりたくて参加した女の子も。さあ、みんなに縄跳びを教えてくれる先生は？自己紹介をさせてください。今日この番町の森に肉体の限界まで、そして皆さんに縄跳びを教えに来ました。私の名前、名前をですね、生山ひじきって言います。はい、海藻のひじきですね。今日はね、ひじき先生なんて呼んでもらえたらなと思います。明るく登場、生山ひじき先生です。ひじき先生はなんと縄跳びのギネス世界記録を11個持ち、縄跳び世界大会でチャンピオンにもなった日本で唯一のプロ縄跳びプレイヤーなんです。早速ひじき先生に縄跳びを教えてもらいます。みんな上手にできるかな。お、上手、よいしょ、よいしょ、かなり上手。あ、そう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 。さあなかなか難しい、難しい。つま先を上げて、かかとを上げる。さあ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 。お、上手な人もいますね。お、さあなかなか難しいですからね。これができるともっと縄跳びが上手になっちゃったりしますからね。さあ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 。おい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 。あ、そう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 。ちょっと下で待ってください。もうちょっと下で待ってください。そう。お、みんな上手くなってるね。いいね。先生がアドバイスすると、みんな見違えるように上手くなっていきます。中にはこんな子も。今日は、じゃあ何の練習していいか。二重跳びができない。あ、二重跳びができない。あ、今練習中。二重跳びちょっとやってみてよ。惜しい、惜しい。なかなか二重跳びができない女の子でしたが、ここでひじき先生が登場。長いじゃねえかな、長いだっけ。お、すると惜しい、もう一回なる、もうちょっと離れて。お、行けた。やったね、二重跳び成功です。女の子もこの笑顔。縄跳び教室では跳び方のコツだけではなくて、かっこいい決めポーズも教えてもらいました。一回前跳びを跳んだら、すぐに足を出すと結構上手に作れますよ。ではやってみましょうか。用意、スタート。そうそう、つま先上げて、そう、一回跳んだらつま先上げて、そう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 、そう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 、前跳びから。みんなかっこよく上手に跳べるようになって嬉しそうです。子供たちに感想を聞きました。楽しかっ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 た。ああ、やりやすかったかも。何が一番楽しかった？縄跳び。縄跳び？まあ、保育園とかで。幼稚園。まあ、たまにやってる。へえ。でもいつも保育園でとかはさ、こうやってやって前、絶対前に進んじゃうけど、そうですか。お。それ今日覚えたの？今日できるようになった。すごいじゃん。先ほどあや跳びと交差跳びができるようになりたいと言っていた女の子は、縄跳び教室で教わってから跳んでみると、よしよしよし。お、交差跳びが2回跳べたから、お、おめでとう。来ていただいた方、このシールをお配りしてます。はい、登録していただいた方、あや跳びと交差跳びができるようになりました。やったね。
すごい楽しかった。すごい楽しかった。みんな、ひじき先生のアドバイスで頑張って練習をしたので、とっても上達しました。嬉しそう。楽しかった。楽しかった。先生どうだった？すごかった。今日は楽しかったです。あ、楽しかった？あと練習になりました。おー。ひじき先生にもイベントの感想を聞きました。楽しかったです。今日は本当に縄跳びを習いたくて来たようなお子さんたちばっかりだったので、すごく教えがいがありましたかね、うん、やっぱ開放感あるところでやるのもたまにはいいなって思った次第でございました。生山ひじき先生、素敵な縄跳び教室ありがとうございました。